はい、ただいま千葉都市モノレール乗り場。はい、でこの千葉都市モノレールは長さが長いということで、一時期ギネスブックに載ったことがあるぐらい、千葉を誇るモノレールなのよ。で今日はこのモノレールに乗って、美味しいラーメンを食べようかなって思う企画。はい、で本日使う切符が、はい、こちら、ホリデーフリー切符。これ素晴らしい。土日祝日休日は、これで一日中乗り放題なのよ。平日でもね、10時から6時までは乗り放題。はい、お世話になりました。はい、小倉台駅到着。はい、こちら雷神屋で、ここはね前に1回来たことがあるのよ。でね、芝校でね塾の先生やってた時に生徒さんに勧められたんだ。で来たらねうまかったんだよね。あ、でちなみにそこの塾はリストラされました。なんででしょうね。あー、すげー並んでた。あー、並んでるとは思わなかったな。はい、ごちそうさま。いやー、もうね、まあ、2回目でね、何年前に来たのか忘れちゃったんだけど、相変わらず食ったーっていう感じなんだよね、ここ。うまかった。
はい、桜木駅到着。ここからね10分ぐらい歩くんだね。いやーやっぱこの辺はね結構やっぱ千葉駅近くと違ってねやっぱあの暗いね全体的に。それよりも雨が降っとる。はい、でこちらこってりラーメン福武。ここね前からね僕行こうかなとか思ってたんだけどね、なんだかんだ言ってちょっと行く気がなかったんだよね。でちょっと動画を作るという名目で今回来てみようかなと思うんだ。ちょっと、はい、千代台駅到着で、いつも僕ね無駄に終点まで来ちゃうんだよね。はい、ちょっと駅の外も降りてみようかなと思うんだよね。はい、ほんと静かな街って感じなんだよね。ほとんど店もなくてすごい暗いんだけど、はい、結構ねでっかいショッピングモールがあるんだよね。イコワス千代台、あ、そう、まあ、いいや、うん、はい、これ終着点だからね無駄にここ来ちゃうんだよな。はい、ということで、寒いのでモノレールに戻ります。はい、再び千葉駅前。使う切符はもちろん1日乗り放題切符630円、これによっていざ出発。
菅駅到着。この辺のよく行くラーメン屋に行ってくる。こっから1キロぐらい歩くんだよね。まあ運動がてるってことだな。はい、閑静な住宅街を抜けてく。はい、こちら海空堂。醤油ラーメンがうまいって思える数少ない店。ドドーン、味玉サービス券持ってんだよこれ。あ、なんかここ11時からかと思ったら11時半からだった。ガーン、ニヤミス。相変わらずうまかった。でも常に店内は満席。さすが人気店。はい、菅駅到着。はい、これに乗り込む。動物公園到着。千葉動物公園でも散策してお腹空かせよう。行きつけの動物園、桜綺麗。はい、これが嬉しいのが乗り放題モノレール切符を使うと2割引560円で入れる。ラッキー。
はい、このエリアは最近できたエリアなんだよね。残念、子供チーター見たかったのに。また来よう。ホタルの光が流れとる。塀まで行ってしまった。のんびりできたわ。はい、動物公園前で今からラーメン食べてくる。こっから一駅行った水和台ってところが近くの駅なんだけど、歩いても1キロぐらいなんだよね。はい、なので待ってんのもめんどくさいかな。はい、歩く。動物園はよく来るんだけど、動物園の周りを散策したことはないんだよね。初めてだ。閑静な住宅街なんだな。なんかモノレール沿いを歩くのもいいもんだこれ。はい、あった。はい、千葉屋、家系ラーメン久々だな。はい、うまかった。結構あっさり系の家系ラーメンだな。久々に食った家系ラーメン、やっぱ評価高いだけある。ごちそうさま。はい、三ツ輪台駅到着。はい、ということで本日も楽しかった。